こんにちは。さあ、豊さん、はい、ここに来て阪神岡田監督がいろいろ動いております、はい、というより阪神自体が動いております。まあなあ、B キャラが帰ったからな、はい、そうなんです、はい、さよならしちゃったので、はい、ただ、さよならしたということは、はい、新しいのを取るとハローということで来ました、はい、コルテン・ブラッドリー・ブルワー投手が阪神と契約というところで、はい、この選手は 右打ちで、30歳、まあ、打つのは関係ない。右投げだ。ピッチャーだろ。そうです、すいません。バッティングは期待してないと思う、はい、パドレス、レッドソックス、ヤンキースで、はい、この度阪神タイガースと契約というところで、はい、193センチの104キロ、うんで150キロを超えるカットボールを投げ込んで、はい、スライダーとかカーブを武器としていると、ね、はいはい、で、今シーズンは4月にヤンキースで、4月3試合に登板、はい、その後 3A で15試合で防御率 1.35 というような成績を残しています、うん、はい、で豊さんにはもうちょっとあの映像を見たね、はい、見ていただきましたが、さあどうなる。そうだな、はい、ちょっとあのベース板の上で、はい、勝負するタイプのピッチャーだな。あー、だからまあ変化球を主体として、はい、まあ、カッターと、まあ、スライダーカーブシンカー、はい、まあ、大体この組み立てでまっすぐの割合が 2% ぐらいなんでしょ。そうなんですよ、うん、少ない。で映像を見る限りでは日本のバッターが見逃してくると、うん、ちょっと制球難っていうかフォアボールを出すかなっていうような感じがするんだよね。そうなんです、あのホームランを打たれる数は少ないんですけれども、うん、やっぱり与える四死球が多いと、うん、で制球難っていうのもやっぱりちょっと持っていると、うん、そうだね、はい、まあ、よかったら上で投げてるピッチャーだよね、うん、多分ね、はい、で、まあ、日本のバッターって非常にあの選球眼いいから、うん、だから慣れてくるとやっぱフォアボールっていう確率が高くなってきて、はい、でランナー出した時に映像を見る限りではクイックを使ってないんだよ。あ、うん、だから、まあ、これは足でやられるかなっていうような感じもするんだよね、はい、ただこれはねキャッチャーのリードにもよるところがあって、はい、高めのボールは確率的に空振りするな、このピッチャーは。あ、そうなんですね。空振り率が高い、はい、だからキャッチャーが本当にこのピッチャーを理解してリードをしてあげると可能性はあるね。じゃあ例えば梅野選手だったりとか、はい、坂本選手がどういうリードを高めでっていうところだ、はいはい、だから高低を使ってあげた方がいいのかなっていうような感じがするよね。でボールになる率が高いからやっぱこう散らすっていうのは非常に勇気がいることだと思うんだけど、だけど高めのボールに釣られるバッターが多いね、メジャーの選手でも、はい、うん、だからそういう意味ではあのボールを散らすことの方がいいし、まあ、審判ってコントロールが悪いピッチャーに対して先入観を持つからね、はい、ボールっていう、そうですね、うん、だからでもカッターは150キロ超えるし、うん、そうなんですよ、あのハマればヤンキースの抑えであったリベラ、あのカッターね、はい、カッターしか投げないというさ、はい、まあそういう形になってくるのは理想だけどね。そのカットボールが 51% なのでもう半数を占めていて、うん、でその次 30% でスライダー、うん、で 16% でカーブでストレートがまあ 2% なのでほぼストレートは投げないと思う。そうだね、だからスライダーもねそう大したことないと思う。あ、ただねカーブ、はい、これはね変化量が多いわ。確かにMLB スライダーとカーブが MLB の平均よりかなり回転数が多いので、うん、変化量が大きくなるっていう、だからそれにつられるバッターはたくさんいるだろうね。あ、ただ慣れだよ、うん、だから慣れてこられると、はい、やっぱこうボールっていう風に見逃されると、はい、やっぱ辛くなるよね。そうですね、うん、見極めがされてしまうと。そうそう、あと対右に対してのゾーン内すべて3割以上ということで、うん、右打者を非常に苦としてる。そうだね、あのね、はい、カッターの多くのピッチャーって、はい、やっぱり右バッター苦手にするんだよ、うん、つまらないんだよ、はい、ちょっと逃げていくボールだから、うん、でも左は逆に入ってくるボールだから詰まるんだよね、速い変化だと。あ、だから抑えてるんだと思うけど、はい、だからうまくはまればな、いいですよね、ただこう
四隅を突くっていうコントロールじゃなくて、ストライクゾーンの中で変化をさせて打ち取るバッターだ、あのピッチャーだけにちょっと危険度もあるな。で一応ブルペン陣の救世主として期待なので、まあ中でってことですよね、うん、まあボールの力とか、はい、持ってる球種だとかそういうことを考えるとあのいいと思うんだよね。ただこれは見てみなきゃわからないのが、いやあの高速カッターとか、まあそのカーブだとかスライダーはねさほどいいとは思わなかったんだよ見てて、はい、でその見極めがあの日本のバッターができるようになってくるとちょっと辛いかなっていうような感じがするんだけどね。そうですね、見極めて。日本のバッターって優秀だからね、はい、ボンボン振るわけでもないので、そうそうそう、やっぱり見極めていくからね、うん、だからここら辺がやっぱこう日本のストライクゾーンだとかそういうことにはまってくればね、うん、それと日本のボールがものすごく合うとかさ、あ、そうですね、そういうことだってあるし、はい、いやめちゃくちゃ投げやすいよみたいな、うん、あ、これだったらコントロール OK だぜみたいな、うん、そんなんだったらすごく頼もしくなると思うけどね。だ一番困るのが例えばその制球なんだったら見極められてフォアボールで一塁に出て走られるクイック、まあそうだね、っていうのが一番多分イライラしてしまうんじゃないかなっていう、うん、だから配線処理で取ってるわけじゃなくて、うん、やっぱ大事なところで使おうとしてるわけだろうから、うん、だからフォアボールっていうのは困るよね、制球なんていうのはね、うん、だからここら辺が日本の野球にはまってくれるのか、はい、まあ賭けみたいなところはあるよね、うんうん、だからそうだな、まあ悪かったら取らないとは思うんだけども、まあ、そこら辺で、ね、カッターがまあ半分以上投げるということだから、はい、カッターがどのぐらい日本のバッターに通用するのかどうか、うん、まあ、ここ次第かなっていうふうには思うけどね。そうですね、うん、岡野監督何回に使いたいとか、やっぱ左バッターが来た時に次のイニングからとか、いやでも、まあ、最初から抑えっていうことはないにしても、うん、やっぱり湯浅が、うん、まあ、ああいう状態だし、はい、でやっぱ抑えクローザーっていうこともある程度俺は考えてるのかなっていうことは思うんだよね。あ、この、 あの助っ人外国人にってことですか。もちろんもちろん、だからそうなってくると制球なんでは使えなくなるとか、うん、そうですね。でもこれはそれはアメリカのことで、日本に来たらねパワーヒッターがそんなにいるわけじゃないし、うん、いやこれはもうどんどんストライク投げていくよってなれば、はい、はまってくる可能性だってあるしね、はい、うん、まあ左の優秀なバッターが日本にはたくさんいるし、そうですね、まあ、右もいないことではないけどもね、うん、だからハマってくれればなとは思うんじゃないの。いいですよね、岡田監督もそういう願い込めて。いやいや、ハマらないとやっぱ抑えに困ってるわけだから、はい、だからそこら辺ハマってくれることは願ってるだろうね。じゃあ岩崎投手というよりかはハマってくれればこのコルテンブルワー投手の方が基本塁打が少ないと思うんだよ。まあそうですね、あの、うん、打たれることはあってもホームランになるようなあの弱い球ではないよね。だからカッターでもカーブでも変化量も多いし、はい、力もあるしね、だからそういった意味ではホームランの脅威というのは少し軽減されるかなっていうような感じはするだけで、うん、あとは制球であったりやっぱその盗塁の技術であったり、まあ、そこら辺と勝負していかなきゃいけない課題はあるピッチャーだよね。そうですね、うん、あとはその湯田さんおっしゃったようにキャッチャーがどうリードしていくか。そうだね、やっぱこう、うん、ボールが先行すると散らすわけにもいかないしさ、だから追い込んだ時にやっぱ高めを有効的に使えるかどうか、うん、まあ、そこら辺かなとは思うけどね。じゃあ豊さんはこのコルテン投手が投げる時どういうところを注目して我々ファンは見るといいですかね。最初のだからストライクを取れるかどうかもうそこをちょっとポイントとして。いややっぱポイントはそこだと思うよ、うん、でストライクの取り方でもどこで取るのかっていうね、うん、でもカッターも内外って投げ分けるんだよね、はい、だからまあそこら辺ではいろいろ考えながらやってるのかなっていうようなことがあるし、まあ、スライダーもあのカーブも左バッターだったら外から入ってくるような変化球を投げるんだよね、はい、だからそれが右バッターに対してはできないんだろうね、なかなかね。そういうことですね。だからこう限定的に外っていうボールを打たれてるんだと思うよ、うん、
だ左には幅広く投球はできても、はい、右にはできないような可能性があるピッチャーだよね。そうですね。だからな、うん、その右バッターと対戦するときにじゃあどういうふうな投球になるのかそうだ、ね、もう注目ですよね。そうだね。で動くといえばこの選手動きがありました、はい、近本選手が、一軍昇格。よかったね。ようやくです。あの平田ヘッドがねゴーサインっていうところで、これでやっぱある程度悩みが解消されるというかさ、はい、今まで森下がね一番に入って、はい、まあいろいろ打ってたけども、だから1番近本、2番中野、まあ、3番、はい、森下を持っていくのか、うん、まあ、そのままノイジでいくのか、うん、で大山の後ろを森下に任すのか、はい、佐藤輝明選手、まあ、佐藤が行って森下なのか、うん、だからここら辺は近本が戻ってくることによってすごい厚みになってくると思うんだよ、はい、うん、この近本が戻るだけでね、はい、だからこれは朗報だよね。そうですね、うん、ただそのまだ万全というか完治ではない状態ですよね。もちろんその肋骨でも完治してない。お前俺も肋骨お前今年骨折したけどお前でもあの当たり方ですよ。バカ野郎、俺の体重が全体重が乗ったんだろお前。どっちが辛かったですかね。わかんないけどな。だけどそんな治るの早いもんですか肋骨って。いや肋骨って、はい、あの肉離れじゃないからさ。だから肋骨って、はい、まあ痛みがある程度なければできるよ、はい、大丈夫ですか。できるでしょ。趣味もセンターで。いやできるできる。まあそうですよね。あの折れてても、まあ、できなきゃったら戻ってこないって。じゃあ戻ってきてスタメンでゴーってなった時は近本選手。いやいや違う違う、もう戻ってきたっていうことはスタメンだからじゃないと戻さないよ。あ、じゃあ 100% の状態いけそうですか。90%。まあ本人的に100かどうかは分からないにしてもやっぱできるという判断のもとでスタメンに戻ったらそれはもう投げ事は言わないと思う。あの前半戦怪我する前までの好調な近本選手のイメージで言っちゃって我々は大丈夫ですか。いい、いいか。だから近本はこっから上げていく、もともともう熱くなってから上がっていく選手だから、はいはい、だからそれは心配しなくて俺はいいと思う。あ、それはまあ最初のね何試数試合かは、うん、まあ、最初からポンポンと言ってくれればいいんだけど、はい、こうなんていうのかな、ゲーム感というかさ、うん、そういうものがどうなのかっていうことはあるにしても、まあ、近本グラスだったらやってくれると思う。おお、うん、じゃあよかったですよね。いや、よかったよかった。岡田監督、いや本当に一番が帰ってきた。ほらほらほらよ、もうそらほっとしてると思う。そうですよね、うん、まあほら、あのずっと言ってたのが岡田監督はとにかくそのやっぱり9月とか終盤になってから そっからが一番大事だからってずっとおっしゃってた。前半なんかできすぎだと思ってるはずだし、はい、なんでこんなんでこの位置にいるのかなって思うぐらいの余裕があるから、はい、頭の中にはねまだ、うん、だから近本が戻ってくるってよしこっから勝負って言った時に、はい、まあいい選手が戻ってきてくれるよね。そうですね、うん、いや本当に後半戦この、ね、まずは助っ人外国人のコルテン投手、うん、それから近本選手が戻ってくる、この2人がまた加わることでさらにあれに向かってこっから勝負ですからね。いやだから外国人の使い方のタイミングとか、うん、そういうのはものすごくやっぱ岡田監督も気を使うだろうし、はい、最初のスタートだから、うん、ね、ケイケラーは開幕で使ってポンポンって2試合ぐらいやられて、はい、そこからこうガーン下がっちゃったから。あ、去年な、ね、だからやっぱ使うタイミングだとか、はい、場面だとか、うん、そういうこともすごくあって、だからうまいスタートを切らしてあげたいよね。そうです、ね、そうなってくるとやっぱ外国人も乗ってくるから、うん、そうなってくると、まあ、チームに馴染んだりだとかさ、うん、あ、いい具合にいくかなというふうには思ってるけどね。まあ、後半戦阪神のここからのまたさらにあれに向かっての加速、そうだな、はい、に注目したいです。はい。